全員ビートたけし。ヘロ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 タンカンタンカンタンカンパヘロヘロヘロタンカンタンカンタンカンパヘロヘロ。バカ野郎率が高い。タンカン、人の体に近い水。え、一体少女に何か起きたのだろう。アンビリーバブル。やられた。どうも、ホテイトモヤセさん。ホテイさんね、俺のすべてかお前エンドマンのさーと、皆様さんリュック呼んでますよ。あれ返事がない。ピーポーン。バカ騒ぎの車内で元気を取り戻したところで、神奈川県小田原駅前に到着。さあ、神奈川県小田原駅にやってまいりました。いや、今日もこしくん本当お疲れ様です。いや、本当に、これやーべー。9時まで残り30分しかないんです。マジで。だからその30分を使って、その握力を測ってもらって、飯を最後。いや、食べたい、めっちゃお腹空いた、ね。やりましょう。ここ大事。おい、頼む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 、男性、男性。39歳か男性。初日の残り時間もわずか。急ぎ足で繁華街へと向かうメンバー。すると何やら気になるものを発見。あれ、ちょっと待って。おお宮崎県。あれ、いや、これ確実じゃん。鶴木お願いします。お願いします。いや、持ってる男頼むよ。マジで頼む。マジで頼む。はい、頑張っていきます。よっしゃ。ここでダメなら今日の夕食はなし。そんな気持ちが通じたのか、店長が九州出身との情報をキャッチ。しかし、このお兄さんが宮崎出身なんですけど、今ちょっと忙しくて。ああ、握力だけ測ってもらえたりします。これをもう持ってってもらって大丈夫です。すみません。あ、店長さんですか。すみません、お願いします。いいですか、はい、ありがとうございます。32.9。 いや、でもありがとうございます。すいません、お忙しい中すいません。失礼します。所持金3300円、1人当たり825円で食べられるお店探し。そこで目についたのがこのラーメン店。680円。あ、いいっすね。いい値段。うん、いいね。取材 OK か聞けばいいね。残り時間15分、果たして夕食にありつけるのか。交渉の結果は、すまん、行こう。ドキドキしたわ。3300円。とりあえず行け。おいおい。温かく迎え入れてくれたのは、横浜家系ラーメンの小田原商店マックス。濃厚な豚骨醤油スープに、九州では考えられない極太麺。食べ慣れた博多ラーメンとは全く違う様子に興奮気味のメンバー。いただきます。いただきます。いや、なんかやっと本当しっかりした飯って感じがする。うわー、うまー。めっちゃ濃いっすね。うまっ。食いながら寝そう。明日9時から、まあ丸い、夜9時まで、はい、名古屋まで目指して頑張りましょう、はい、うい。九州の出身者4人の力を借りた初日。進んだ距離はおよそ100キロ。残り4日、ゴールの門司港まではあと900キロ。間に合うのか。そして実は食事の後、メンバーのところにやってきた店長さん。でもそこにはあるわけが。出身は自分宮崎なんです。宮崎、うん、あ、九州で同じだな。え、マジっすか、はい、宮崎っすか。宮崎なんですよ。明日の明日になるので止まりません。やってもらおう、ね、いいんですけど、明日の分まだぐらいと回してないんで。あ、これね、ちなみに年齢いくつですか。自分ですか。今29です。29、じゃ、はい、あのここが出たら、はい、よしっていうことです。よしっていうことで、多分出してくれ。ここ持ってる、ちょっとリュウくんお願いします。お願いします。やべえ。成功すれば明日の朝、完全アウェイの小田原で九州人を探す手間が省ける。
しかし店長の条件に当たる確率が1/4。果たして結果は？始まりまする。なぜ熱海？この景色すげえ。もういい。もういい。困った時のライフラインでございます。お前遊んでんじゃねえよ、時間ねえんだよ。明日、はい、帰らないかんの。なんで明日？まだ帰れんよ。